はい、皆様こんにちは。今日はね、その後のね、ひかさ山のね、ひかさ山の野尻湖見に来ました。前ね、1ヶ月ぐらい前だかな、見に来ましたけど、まだ全然つぼみでしたよね。そして、ここがまあね、大塩駅まで15分とか行ってたね、あそこです。それと、ひかさ山バックの馬坂峠っていうのもこれ、はい、こういうのがあります。その、で車ちょっとここにね、仮止めさせてもらいました。あの上まで行ってもいいんですけどね。ここが前があのあれなんでね、で向こう側に海が広がってますね、瀬戸内海がね。でも秋も深まってっていうか、もう冬やね。この桜がもうね、完全にお休み状態。来年の春また見に来たいですね、これね。でもちょっとあの春来た時は車ここまで登って来られへんと、人が多いのでね、多分。はい、それでね、これの地域の状態です。もうさすがに咲いてましたね、やっぱりね。ちっちゃい、かわいいね、これね。みんなこんな世話してはんねんな、これ。ねえ、ちっちゃいね。こういうのが兵庫県の花っていうのがね、不思議なんやけどね。なんかもっと派手な花かな。方がええような気がするんだけど、なんか言われがねえやろね。これちょっと私も勉強不足で分かれ、知ってる人はね、教えてください。このような感じでね、可愛いじゃないですか。で、下の林国公園もありますけど、今日はもうちょっとね、ここだけ見たら大体分かっていただける。風が強いですわ。寒いね、山の上やから。はい、山陽電車走ってきましたね。寒い、山の風が強い。こっからの景色いいでしょう、なんかね。景観スポットですね、これね。ちょっと太陽光パネルがあれ、ちょっとね、残念やけど。15分ってあそこに書いてあるけど、15分で行こうかなっていうのが前も言いましたけどね。坂道あるからね、まあ坂道がなければあれでしょうけどね。下から上がってきありましたよ、誰かね。はい、まあそんな感じですね。ちょっと大きいに拡大したい、少しな。下のあれもちょっと見れそうですわ。ジリクまでね。はい。まああそこにあの東屋みたいなのもあるしね。ずっとこの斜面のところの斜めのところに野尻湖見られた、あの黄色い花なんやろうな。でかいのね。あれだけちょっと見てきます。はい。ちょっとね、黄色いやつ見に行こうと、ちょっと降りてきたらね、かなりね、野尻湖がよく咲いてますし。ここ固まってなんか咲いてるからね、見ておきましょう。ちょっとこれで下まで行けへんけどね、こういうところがところどころそのなんか植わってるみたいですよ、これ。ちょっとこの辺ちょっとくすってきとるけどね。でね、あそこの辺にもねあるでしょ、じゃ
これなんか踊り場みたいなんで結構見れるようになってますわ皆さん。ここねえ、こんなし前来た時知らんかったけどね、でなんかこれ白いやつもあるけど黄色いやつもあるね、はい、で黄色いやつもあるんやねこれ、こちらに回ってきましたね。ここから見たら景色も綺麗ですね、こんな感じね、はい、あの辺にも終わってるしね、ここでなんか作業してはる人おったね、ご苦労さんなこっちゃいなこれ、ほんま、はい、それでね、これ黄色、椅子に座って見えませんよ皆さんね、ちょっと映されへんか、はい、あのこの高い花なんやろね、皇帝ダリアかなあれ、皇帝ダリアみたいなのが、ちょっとこれ下っていきましょう、よし、これなんか終わったのかな、水星みたいなやつ、あのでかいの皇帝ダリアやな、皇帝ダリアはよろしいわそこらね、皇帝ダリアね、こっちは作業してはる、ここらのこっちは、あれなんやろな、電車走っていったもんね、よっしょ、うわ何あの黄色いやつ、ひまわり、ひまわりじゃないよな、ちょっとあれひまわりの仲間やろか、ダリアかあれ、え、なんか分からへん、今頃ひまわりって咲くんや、11月に咲くやつもあっちの方ではあったもんね、市川町っていうの、なんかひまわり、まあいいですわね、そんな感じです、はい、皆さんそんな感じでした、またよろしければね高評価とチャンネル登録よろしくお願いします、またね、来年桜を見に来たいですね、それではね、またね次回の動画でお会いしたいですね、本日もご視聴いただきありがとうございました。